ハビエル・ゴメスこと、フランシスコ・ハビエル・ゴメスの親は、スペインのトライアスロン選手。スペイン人の両親の下で、スイス・バーゼルに生まれ、その後スペインのガリシア州に移住している。世界トライアスロン選手権では2008年、2010年、2013年、2014年、2015年の5度、総合優勝しており、2012年ドンドンオリンピックのトライアスロン競技で、銀メダルを獲得している。 スペイン人の両親の下でスイスバーゼルに生まれ、その後スペインのガリシア州に移住している。子供の頃はサッカーや水泳を行っていたが、15歳の時にトライアスロン競技を開始した。2000年の定期検診の際にスペイン国立スポーツ評議会がゴメスの異常な心臓弁が明らかとなり、国立スポーツ評議会との6年に及ぶ戦いの末に、 国際大会に参加する資格が認められた。2003年11月に参加資格を得たが、2004年、アテネオリンピックのトライアスロン競技のスペイン代表には選出されなかった。2005年には国立スポーツ評議会によって国内外の大会への参加を2006年2月まで禁止された。2007年の世界選手権シリーズでは総合2となり、2008年の世界、 選手権シリーズでは初めて総合優勝を果たした。2008年北京オリンピックのトライアスロン競技では優勝候補として臨んだが優勝したサイモンホイットフィールドから20秒遅れの4位でメダルを逃した。2009年の世界選手権シリーズでは総合2位だったが、2010年の世界選手権シリーズでは2度目の総合優勝を果たした。 イギリスのロンドンで開催された2012年ロンドンオリンピックのトライアスロン競技ではイギリスのアリステア・ブラウンリーから11秒遅れの2位でフィニッシュして銀メダルを獲得した。同年にはエクステラで優勝した。2013年の世界選手権シリーズでは3度目の優勝を果たしたが3度の優勝経験を持つのはオーストラリアのピーター・ロバートソンとイギリスの サイモンレッシングに続いて3人目である。2014年の世界選手権シリーズでは、8大会のうち4大会で優勝し、総合2連覇、4度目の優勝を果たした。同年のハーフアイアンマン世界選手権でも優勝した。2015年の世界選手権シリーズでは、横浜大会で優勝した他に5回3位1回と、安定した成績を残し、総合3連覇、5度目の優勝を果たした。 ありがとうございます。